皆さんこんにちはイマジン実践経済学の藤井です今日も実践経済学で学んでいきましょう今日は企業事例です地域の企業事例で兵庫県にあります太陽信用金庫に学ぶこれからの地域金融機関の役割とこんなお話をしたいと思いますまずですね太陽信用金庫の概要ですけどもはい え、まあ、今ね会社名はあの言いましたけれども、理事長はね、あの桑田さんって言うんですね。桑田純一郎さんって、こんな方なんですね。これ、ホームページからあの引用させていただきます。あの、兵庫県の加古川にありまして、そんなに大きな町じゃないんですけれども。え、そして、そんな大きな信用金庫じゃないんですけれども、まあ、全国の同じね、親近仲間から、もうあそこはすごいなと言われている。え、こういう信用金庫です。ですから、以前、私、あの九州の方で、親近のね、えー そういうイベントがあった時も桑原さん呼んでくれみたいな話があってね。えー、それで、えー、私も桑さんの話聞きましたし本店にも行ってね何度かお伺いしています。創業はですね実は大正15年1926年ですがもうねかなり歴史があるんですけども、まあ業務内容はね大体イメージできると思いますけども、店舗数が34あってありまして実は業績がすごいんですねこれ業績が同庫、えー、のホームページなんですけども。 あの預金がね、7, でこれは何がすごいかってねちょっとあのご商売とかビジネスが違うと分かんないと思いますけども1985年ですね、えー、1169億から2020年7782ともう驚異的な成長なんですよ7倍近くいってますね。でとなると一般のですね金融機関 他の、ね、信用金庫は大体2.56倍だと言われてますからそうするとその3倍以上成長しているとこんな金融機関なんですね。じゃあですね「単陽信用金庫」のなんでこんなに伸びてるかっていうね取り組みについて見ていきたいと思います。一つは地地域域からの地域へのへ取り組みですねこちら一番有名なのは実はこの「よろず相談室」です。 これはあの国がですね、えー、展開したよろず、ええー、それもありますけどもね、商工会を中心に。展開したのもありますけど、ここは銀行独自で金融機関独自で、ずいぶん前からやってます。取引がある何もかかわらず、で、健康だとか福祉ですね、それから介護と生活に。関するあらゆる相談に乗るんですね。ですから、単なるビジネスだけじゃなくて、健康とか福祉ですよ。それが介護ですね。ですから、国が展開した、中小企業とか零細企業。 まあ小規模企業ですね、えー、こちらが相談に行くっていうんじゃなくてもう健康福祉まあ個人もね相談に行ける。ということで相談件数が、えー、2016年、えー、7858件と,、まあ、ち,ょっとちょっとだけね前のデータになりますがまあたくさんあるということですね。えー、それ以外何やってるかっていうと盆踊りも出ますしね夏祭りマラソン大会劇団 イベントには必ずね職員が派遣されてそして一層にですね取り組むと盛り上げていくとこんなことをやってます。それ以外もねこんなことやってる金額ってほんとにないんじゃないですかねこれ,移送支援これは買い物や病院に出かける際移動しなくてはならないんだけど。 手助けが必要な人もいますよね。高齢者の方あるいは障害をお持ちの方ですね。に対して車椅子やストレッチャーをね、上記の手伝いをしたりとか、こんなことを行っているんですね。年間2000円で会費を収めればです、ね、何度でも何度でも病院の送り迎えとかやってくれるというこんな金融機関そんなにないんじゃないかと思うんですね。え、それ以外の NPO 法人単位をボランティアセンターをやってます。これはね、さっきの小渡理事長自身がセンター長も兼ねてメニュー開発やってるんですけど、このメニュー開発もね、素晴らしくて。 一人暮らしのね高齢者をサポートするサービス、ベルボックスなんかを運営しています。昼間は民間職員が対応して、夜間にはですね病院につながるっていう電話ければすぐつながってねこれも無償です。こんなことも行っています。それから外回りの外相係の方はですね職員を中心に取り組むケア訪問という形で約150名の職員が週に1回訪問して安否確認ですね。それから生活の相談に乗ったりとかこんなことを行っています。 2017年の資料ですけれども訪問件数が2,300件ですねそして体調変化を発見したりは場合によってはね高齢者の中で詐欺とかね、まあ、いろんなことの予防のためにもねこんなことを行っているということですね。まあ、こうした、ね、取り組みが地域密着とか社会貢献の取り組みの一部になっているんですが他にもねもう、えー、地域のためになったらいろんなことを考えろということでどん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 やっています。 えじゃあですね、外だけかというと、職員に対する取り組みもこれもね、充実してて、職員の採用陣の理事長、桑田さん自身が2時間説明をして行います。えトップが積極的に採用に関与して、2年に共感する人材の確保と、えこんなことも行っています。えそして残業をなくすためにですね、え通常の銀行よりも20%人が多く配置しているんですよ。残業が多 亡くならないの一つの原因としてはもう人員目いっぱいで仕事があるからというこういう家庭に立ってね行っているってことですねそして6年60歳ですか定年の再雇用ー100%です、まあ、部長以上では再雇用は50%以上の給与が保障されますしそれから一般でも40%を保障されますそして業界全体としても比較して高い平均給与を提供します、まあ、さらに手当も充実してて家族手当は配偶者手当2万円第一子1万円 1> 第2子1万円それから第3子3万円と毎月支給しますしもし社員がね残念ながらなくなっちゃった場合はですね中学生以下の子どものがあるところにはね5万円、ね、高校生以上に十10万円以上の育英資金が大学卒業,卒業まで支給されます、まああのねここまでやってる気がそんな多くないでもそっちヘルプラインとしてどんなことやってるかというと。理事長のの直接の携帯電話それから 研修担当の支庁課長、それから女性の課長四名の携帯電話を全員に者して二十四時間何かあったらいつでも相談してもいいよとこういう体制で行っているとことですね。そして新転勤という形がありまして年にね二、えー、回ですねあちょっと五時ですけれども職員が営業アテに悩みとか困りごとを書く制度なんがあったりとかまあこういうことでね社員の心理な不安を除いているとこういうような取り組みをしています。 実はね、地域金融機関を取り巻く変化っていうのは、もうこの2年前に大きな変化があったんです。まあその前にね、今まず人口はどん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 減ってるっていうのはご存知の通りで、まあ5年前からもう87万人減りました。そして40年後には9000万人終わるんじゃないかって言われてます。銀行もですね、1989年に平成元年には132個地方銀行があって、新金は 個あったんですよ今地銀は104個です21%減そして信用金庫はなんと43%で260しかないんですね。と中でどんなことが行われたかっていうと銀行法の改正ですね、えー、もう利罪屋ではですね利益が出なくなってるのはもう皆さんご存じの党なんで、えー、地域金融機関が地域活性化の、まあ、いろんな情報を持ってただし、まあ、いろんなねリレーションもできているだろうから。 地域活性化の事業会社をどん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 作ってもいいよと、えー、認可もいらないよというようなことがこんなことがあったんですけどももともとですねだから地域の事情も若いし地域との関係とのリレーションも強いしという中で、まあ、銀行ねこういうふうに厳しいですけどもさっき見たように7倍っていうかねすごい勢いで伸びてるとこんなことが言えるんじゃないかと思います。 ということで、今日まとめをしたいと思います。けれども、地域において、給与機関の役割って、やっぱりね、なんだかんだで重要だと思います。ね、今回、コロナ禍でね、キャッシュが厳しいという業種で、飲食を中心に出てます。けれども、こういう時にも、ね、給与機関を支えないと潰れてしまう、ということも発生しますからね。えそして、二番目ですけど、利ざえで利益が出なくなっていますで。ところがね、規制緩和で、中で銀行員もね。 ビジネスパーソンとしてて能力が求められてます全国の地銀だとかで新規事業今までやったことないことやるんですからこれすごくね重要なんですけどもなかなか慣れてないという、うん、こんな状況ですね。基本的にはですねあのこれ最後に、えー、ここのね、まあ、新庄みたいなのをお話ししますけどこの地域からなくなったら困るといわゆる、えー、信用金庫を目指すということでそのためにですね今このね2019年に銀行法 のです法規が,が、ね、改正される前からです、ね、こういう取り組んできた「位を信用銀行」これっていうのはねやっぱりすごいなというふうにも思いますのでちょっとね今本当に金融機関が大事だと言われながらも改革が求められてますので参考ししして事例をご紹介しましたこうした企業事例の紹介それから経営学の基本それからニュースになっていることのコメント等々いろいろ 情報発信していますのでぜひ一緒に学びましょうよかったらチャンネル登録をお願いしますえ今日もご清聴ありがとうございました